皆さんこんにちは、衆議院議員松原仁です。今日同じ大田区で都議会議員をずっとなさっていて、東京都議会時代も漫画に関して様々な規制を取っ払うために頑張ったというですね、当主である栗下議員にですね、前議員に来ていただいて話を聞かせてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。栗下です。栗下さんはこの漫画アニメに関していつ頃からご関心を持ったんですか？本当に私が子どもの頃からあの漫画っていうのが、非常に勢いがあった時代ですので、はいはい、少年ジャンプってあるじゃないですか。ありました、ジャンプ。あれが一番売れたのがあの95年ですかね。だから本当に私がまさに小学校に通ってた時代で、ですので、当たり前にこう囲まれてきたっていうのが、だからやっぱり政治もそういったものについて、非常にその関連があるということが、都議会でやってて分かりましたんで、特に力を入れて取り組んできたということです。政治もその表現の部分でね、強烈な表現は良くないとかね、いろいろと言ったりして、僕らが小さい頃に比べると今変わってきてますよね。そこなんですね。今日まさにさ、同意してたと確信にもう触れていただきましたけれども、この漫画に関してはむしろ栗下さんが思うのは厳しくなってる、厳しくなってる部分もあるかなというふうに思いますよね。昨今はインターネットを通じて何かこう特定の表現に対して、いろんな方がですね、いろんなことを言われると、これがけしからん、あれがけしからんと言われて、出版社側もやっぱりそれに対して配慮しなくちゃいけないから、ちょっとやめようとか、こういうのは自粛しようとかっていう形で、ちょっとその規制の形っていうものが姿形を変えてきたのかなっていうのは思います。本来はこの表現の自由というのをやっぱり担保した方が、共産党中国なんかね、国家主席のがなんかパンダに似てるとかなんとか似てるっていうと、それをもうペナルティー大変なことですからね。それは日本ってのは別にそれは許されるんですよね、表現の自由。だからやっぱり表現の自由があるっていうことは、民主主義や個人の自由があるっていうことの一つのバロメーター。ただこれ以上難しいのは、だからといって誰かを傷つけるような普遍的なですね、そういったものは認められるのことはない、表現の自由は守りたいと、私もそう思ってるんですが、そういう立場ですよね。そうです。その境目がまさに今、松原大臣がおっしゃったように、非常に難しいセンシティブな話、何でもそれから後継っていうのは公共の福祉に反するというケースもありますので、そこをどう捉えていくのかっていうのが、まさにその表現の自由の最大のテーマなのかなというふうに思います。なるほどね。今日本が2冊あります。そうですね。これはもう説著でございますけれども、同人誌ってご存知ですか？同人誌あります。これはもうこの漫画規制のテーマについて、50ページぐらい書いてで、これちょっと、こちらの方、これを栗下さん書かれて、でこれで分析をされてですね、この本で、そうするとどうも規制厳しくなったり、時代が変わって東京都の規制は形骸化をしてきてるというのが、もう本当一言で言うと不健全図書っていう制度はあるんですね。ありますね。なんか駅の近くで不健全図書入れてください。そうそう、それはもう本当最近ではないけど、そうですね、もう何十年か前の話なんですけど、今もうなくなって、だけど不健全図書っていう制度自体は残っているんですが、その不健全図書を決めるその審議会っていうのが東京都にありまして、でそのうちの20人ぐらいなんですけど、4人が都議会議員が選ばれるんですよ。でそれを私務めさせていただいたって、自分の経験も盛り込んでっていう形なんですね。これなんか懐かしいな、半日学園のことが入ってる。長い号これ、そんな話、嫌いじゃなかったんですよ。いや、もう結構皆さんそうおっしゃる方多いんですよ。栗下さんがおっしゃってるこの漫画規制、ゲーム規制、やっぱり表現の自由を守るからね、大事ですね。すごいキーワードをおっしゃっていただきました、今日は。それはね、実行するために、これから栗下さんと一緒になってですね、様々訴えていきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。